今朝入ってていいるニュースをお伝えしていきます衆議院選挙、明日公示、石破総理、公明党、石井代表の地元、埼玉県草加市で初の街頭演説、自公政権支持を訴える、ODA= 政府開発援助によるフィリピンの鉄道改修事業の見積もり額などを在 i 職員が漏えいした疑い。 国際協力法に接触する恐れも。ノーベル平和賞に選ばれた日本原水爆被害者団体協議会の三巻代表委員が広島の平和公園を訪れ亡くなった被爆者らに受賞決定を報告。国連の女性差別撤廃委員会。日本のジェンダー平等への取り組みを8年ぶりに審査。選択的夫婦別姓などを要請。 女子マラソンで世界新記録。シカゴマラソンでケニアのチェプンゲティッチが2時間9分56秒で女子で初めて10分の壁を破る。 さて、いよいよ衆議院選挙が明日公示されます。27日の投票開票ということで、それまでの12日間の短期決戦にいよいよ明日から突入します。はい、自民党派閥裏金事件を受けた政治改革、そして物価高を克服する経済対策を争点に与野党対決が本格化していきます。 西日本新聞の一面では共同通信の13日時点の集計での立候補の予定者が1300人を超えるというふうに出ています。小選挙区は289、そして比例代表が176、合計465議席を争うと。 いう構図となります。えー、石破総理はですね、公明党の石井代表と、まあ、勝敗ラインを自公両党で過半数233議席獲得と位置づけまして、まあ、ハードルとしてはちょっと低いかなとは思うんですが、それだけま、逆風を感じていると。うん、これだけか、キープできればなんとかっていうところなんでしょうね。えー、立憲民主党の野田代表は、自公の過半数割れと比較第一党、まあ、野党としての第一党を目指すということですけども、えー 総理は昨日、えー、石破 公明党の石,場だ石井代表が出馬する埼玉14区埼玉県の草加市で街頭演説を行いまして、石場総理としてはこれが初めての街頭演説となりますね。はい、総理となって、えー。コストカット型経済ではなく努力した人が高い給料を得られ、物価上昇を上回る所得を得られる日本を作ると強調。えー、公明党の石井代表は、内外の課題に答えを出せるのは実績と経験のある自公政権しかないと指示を呼びかけました。 一方、立憲民主党野田氏は、仙台市で、えー、宮城県の仙台市で、政権交代こそが最大の政治改革だ。税金の使い道を変えて、格差を是正していくと、えー、言明しております。まあ、これから、いよいよ、えー、絶戦もね、厳しいものになっていきますね。はい、投票開票は27日となっております。いよいよ明日、工事です。 さて、続いて読売新聞一面ですが、政府開発援助 ODA によるフィリピンの鉄道改修事業をめぐって国際協力機構 JICA の職員が業務の見積もり額など秘密情報を 東京都内の建設コンサルティング会社に漏えいした疑いのあることが分かったと報じています。業務は2019年にフィリピン政府が競争入札で発注して、そして JICA が加わる共同企業体が落札したということです。JICA は就業規則に基づき職員を停職1ヶ月の懲戒処分としましたが、この職員に秘密保持義務を か国際協力機構法に抵触すするる恐れもあとということですさて続いて、金曜日、ノーベル平和賞に日本被団協が選ばれました、日本原水爆被害者団体協議会、その三巻俊之代表委員82歳が、昨日、広島市の平和公園を訪れまして、代表委員を務めた坪井砂直さんなど、これまでに亡くなった被爆者およそ34万人に受賞決定を報告しました。 一方、長崎では、避難教の代表委員を務めた谷口てるさんの墓前に、遺族らが受賞を報告しました。 谷口さんは原爆で傷ついた体で世界中を訪れ核廃絶を訴え続けました、えー。この長崎での報告に関しては西日本新聞の記事にも載っておりまして、はいえー、その谷口さんの墓前で個人を遺族の方々が忍んだということで、えー、原爆で焼かれ20回以上の、まあ、手術を経ても感知しない背中で核兵器の非人道性を訴え、被弾協の代表委員も務めた谷口さんですが、ノーベル平和賞を心待ちにしていたと言い,い、被爆者ら と共に参列した長女の墨江さんは、えー、生きていたらどんなに喜んだろうとつぶやいたということです。まあ、これ受賞したっていうのは本当に大きなことだと思います。うん、で、昨日、あの長崎のあのスタえっ、ー、と長崎スタジアムシティが開業。今日開業することを受けて、そ,ね、その前日にあたる。昨日。はい コケラ落としのライブがね、行われまして、福山雅治さんがね、ライブを行いましたが、そこでもですね、えー、ちょうど2日前、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞されましたと切り出し、会場から拍手が上がったと。そしてこの原爆被害を乗り越えた被爆クスノキをテーマにした楽曲クスノキを福山さんは歌い上げたということです。